英語キーボードのスペースキースペースキーは英文タイプライターやコンピュータ用のキーボードのキーの一つである。主な目的はスペースの入力であるが日本ではかな漢字変換の変換キーとしても使用する。スペースキーは通常キーボードの一番下の行にあり水平で他のキーより幅広い。そのためスペースバーとも呼ばれる。 通常は何も刻印されていないが、スペースなどと書かれている場合もある。主な用途は、文字入力の際のスペース文字の入力であり、左右いずれの親指でも押しやすいように幅が広い。これは、元来キーボードは、英文タイプライターが執事であり、オーブンでは単語間に必ずスペースを入れるから、その使用頻度が極めて高いことによる。標準的な指の割り当てでも、 それ以外のキーを人差し指から小指に割り当て、スペースキーのみは親指で、しかも左右どちらを使っても構わないとして特別扱いである。しかし、日本語キーボードや韓国語キーボードでは他の言語のキーボードと比較すると、スペースキーの幅は広くない。これは、スペースバーの左右に言語入力キーは追加されたためである。当初、スペースバーは文字通りのバーであり、 キーボードの幅全体にわたる金属製のバーがついていた。このバーはどのアームにもつながっておらず、押すと文字を印字せずにキャリッジを1文字分動かした。キーボードにいろいろな機能のキーが追加され、キーボードのスタイルが整えられるにつれ、スペースバーは徐々に短くなり、他のキーと同じようなキーになった。その長さはキーボードの種類によって異なるが、 標準的なクワーティ配列の英語キーボードでは C、V、B、N、M の下、両方の a LT キーの間にある。初期のタイプライターやコンピュータのキーボードには、スペースキーが中央にない、もしくは大きくないものもあった。ショールズグリデンタイプライターでは、スペースの入力にレバーを使用した。オペレーティングシステムによっては、スペースキーは、 コントロールキーなどの就職キーと一緒に使うことで、サイズ変更、現在のウィンドウを閉じる、ハーフスペース、バックスペースなどの機能を果たす。コンピュータゲームやその他のアプリケーションソフトウェアでは、スペースキーは通常の文字入力用に加えて、ジャンプする、チェックボックスをマークするなどの無数の用途で使用されている。デジタルビデオを再生するメディアプレイヤーの多くでは、 一時停止や再開の用途で使用されている。日本ではかな漢字変換の変換キーとしても使われる場合が多い。この操作が主流となったのは PC-9801 シリーズと一太郎の A 特区とされる。背景としては日本語では文章中には通常はスペースを多用しないが変換キーは多用する。さらには PC-9801 シリーズのスペースキーは幅が広く使用しやすく逆にザファーやンファーは使用しにくかったことが挙げられる。なお、一太郎と競合した松は当初はザファーで変換しスペースは変換時の区切りの指示に使用したがしかしスペース変換への指示層の増大から途中からスペースバーによる変換もサポートした。このスペース変換は 親指で変換しやすいという操作性では、親指シフトとも似ている。ありがとうございます。